豊平区月寒。車通りの多い国道沿いにメニューが豊富でお腹がいっぱいになる、そんなお店があると聞いてやってきました。シムスレーンバーガースタンド。ボリューム満点でパテは肉厚、メニューも豊富で大人気なんだとか。こんにちは。いらっしゃいませシンプルでカジュアルな雰囲気のお店、フレンドリーに迎えてもらいました。こちらがメニューになります。あ、これですね、メニュー。うわー、結構いろいろあるんですね。これ全部バーガー。あ、そうです、全てハンバーガーになります、うん、こちらの左側が牛肉 100% のハンバーガーになりまして、はい、こちらが鶏肉のハンバーガー、そしてお魚のハンバーガーと、お肉な入ってないお野菜のハンバーガー、うん、あとお子様向けのキッズバーガーセットという形でご用意をしております。何種類ぐらいあるんだろう、数えられないほど。そうですね、だ 20ぐらい30近くありますね。だんだん増えていってる感じなんですけど、すごい。はい、あともう一つが、こちらが、毎月限定バーガーご用意しておりまして、珍しいところでいくと、マンゴーとサルサの甘辛い、これ気になるな、ハンバーガーとか、サルサ、あと旬のものでいくと、はい、道産のアスパラを使ったハンバーガーなんかは毎年5月とか6月にご用意をしてたり、これ食べたい。しかも宝のチーズ使ってる。そうなんです、この時は、特別に、ライラク祭り用に宝さんと一緒にやらせていただいたり、なんかハンバーガーなのにこの北海道の四季というかね、季節も楽しめるようになってるんですね、食べ物で、はい、やっぱり旬のものだったり、あとまあ僕が結構海外にいたこともあるので、海外でこう美味しかったものなんか取り入れたりしてアレンジして、ボリューム満点のハンバーガー、これどうやって食べたらいいのという方も、食べ方のガイドが置いてあるので大丈夫。ハンバーガーは手も口も汚れちゃうものと店主の尾崎さんは話していたので、思いっきりかぶりつきます。ちょっとこれはもう幸せな重量感ですね。もう手に持った感覚の重さがすごいですよ。でレタス、トマト、玉ねぎ、綺麗なアボカドにチーズとパティでいただきます。行くしかない、行きます。うん、うん、うわ、うめえ。まあすごくスパイシーな感じがしますね。いい香りがして、ね、レタスもシャキシャキだし、アボカドのとろっとした感じと、でこのマスタードかな、マスタードとタルタルソースの酸味がね、またいいですね、アクセントになってる。おいしい。これだけボリュームありますけど、はい、半分野菜ですもんね。あ、そうですね、うん、結構フレッシュな道産野菜なんかも中心に使ってますので、うん、見た目よりは結構さっぱり食べていただけるんじゃないかな、うん、本当にもうどんどん食べ進められちゃう感じで。バンズなんですけど、まあ、うちのベーカリーさんに特注で頼んで、はい、特別な配合でやってるんですけど、うん、まあ、ボリュームは結構あるので、あんまりこうペチャッとしてしまってもダメですし、硬すぎてもダメなので、その辺の中間を狙って、はい、負けないバンズを作って、それでいてこう食べ応えのあるというかですね、具材に負けないようなパンということ で、ね、はい、で肉もしっかりこうコリコリするぐらい粗挽きな感じですよね、はい、そうですね、自分たちでこう一部ハンドカットしてこう混ぜて、うん、で一つずつ成形しているので、全て手作りの、はい、お肉になります。美味しい。常連の方も楽しみにしているという9月の限定メニューは、奥尻さんのタラを使ったグリーンカレーバーガー。ピリッとスパイシーでパクチーの香りもいい癖になりそうな味。パッションフルーツのシェイクは味も食感もトロピカルでした。豊平川沿いの住宅街中之島、かつてカフェマップで紹介したお店がいくつかあるエリアですが、これから行くのは初めてのお店。地下鉄駅のそばのサンドイッチのお店です。いらっしゃいませ。すごい壁のアートがすごく可愛いですね。ありがとうございます。すごい。
ごいたくさんサンドが並んでますよ。ありがとうございます。美味しそうですね、どれもね、はい、でここイートインもあるんですよね。はい、店内もご利用いただけます。はい、お2階のお席になるのでご案内しますね。はい、お願いします。はい、広いキッズスペースの前を通り過ぎ階段を上がるとそこが客席。鳥の絵がとっても可愛くて、あ、ここも広くて南国感ありますね。わ、トロピカルなインテリアが印象的で明るく広々としています。ここはもう、ね、さっき下にもありましたけどサンドイッチ専門店ですもんね。はい、そうですね、すべてサンドイッチの料理になっております。うん、食事系から甘いのもいろいろあるんですね。そうですね、フルーツサンドは季節によって、シーズンによってものが変わるんですけど、北海道の食材使ってるんですか？はい、北海道の道産の食材をメインに使っております。これはまた、でも全部、ほとんどのメニューがこれって珍しいですよね。そうですね、あの1階のキッズスペースがあったようにお子様が結構いらっしゃるので、安心安全にお召し上がりいただくことをテーマに道産の食材を多く使ってます。これイートインだとセットで提供してるんですか？はい、あのスープとポテトがワンプレートになって、はい、提供させていただいてます。スープもこれじゃがいもですかね？こちらは、コーンスープですね。トウモロコシを使った冷製スープになっていて、この夏にぴったりのものになってます。いいですね。これじゃあ今時期はトウキビ？そうですね、もう少し前ですと、お野菜いっぱい使ったミネストローネ。おー、美味しそう。この後寒くなってきたらクリームシチューとかも提供してます。いいですね。はい、じゃあ季節で変わってくる。変わります。楽しみだ。はい、ポークカツサンドです。すごい、ちょっと思ったよりこのカツの厚みもあってボリューム満点で、キャベツも入っててすっごくいいソースの香りがします。ではわー、いただきます。こういう感じでね、食べやすくなって、いただきます。いや、おいしい。甘い。お肉自体はすごく甘くて、でこのソースがすごく好きなソースです。なんかケチャップというかトマト感の強めなソースになってて、でこの千切りのキャベツの新鮮さと、でこの周りにはレタスが入ってて美味しい。もう美味しいな。フライドポテトも、これも手作りですね。本当に素材の味が生きてて、本当に薄い塩でじゃがいもの旨味をしっかり感じるポテトです。このスムージーも何種類かあったんですけど、宮古島マンゴーを使ってるスムージーにしました。結構贅沢ですよね、宮古島のマンゴー。いただきます。もう本当にマンゴーそのままもうこう液体にしたような感じ、すごくピューレの味を感じますね。2年前に同じ豊平区の平西から移転したというお店は居心地が抜群です。お店のコンセプトってやっぱりリゾート感？そうですね、南国をベースにしたちょっとこうゆったり気持ち落ち着けるような南国の空間をイメージしてコンセプトと作ってます。なんかこういう風にしようというなんか思いがあったんですか？そうですね、オーナーが結構南国が好き、の沖縄が好きで、結構その沖縄の雰囲気とかをこっちに持ってきて、そのまま素材のものを使ったりとか、中のインテリアもそっちに載せるようになってます。札幌の隣、江別。絵画のような農業風景が目の前に広がる街です。江別西インターを降りてほんの少し走った場所にあるウッディな雰囲気のカフェが目的のお店。こんにちは。いらっしゃいませ。すごいとかもあって。あ、そうなんだ。初めてですか？はい、そうなんです、奥の方にも席ございますので。はい、ありがとうございます。ちょっと奥も。じゃあアメリカのロードサイドのお店のようなちょっと武骨でカジュアルな雰囲気がハンバーガーっぽいイメージ。
え、ここのお店っていつオープンされたんですか？はい、5年ぐらいになるかなとは思うんですが、はい、なんかこう作りとかも変わってるから、はい、徐々にちょっと自分たちで作っていったものなので、最初はちょっと分かりにくかったので、だいたい2年ぐらいですかね、お客様が来店するようになってきたのは。そうですか、はい、DIY でじゃあ作ったそうです、ね、お店ということで、隣がこれ洗車場になってます、はい、うんうん、実家が隣の洗車場をやっておりまして、でこの建物を利用してお店にしたんですよね。なのでついでに寄って買っていっていただけるように、ホットドッグのテイクアウト中心のメニューで最初はやらせていただいたんですけど、今は食べていっていただけるスペースもご用意した感じですね。やっぱりこうやってドライブで寄られるお客さんが多いんですか？地元の方の方が多いですね。少しずつ遠方のお客様も増えてるんですが、地元の方に長く使っていただけるようなお店にしていけたらなと思っております。見た目もボリュームも気分を高揚させてくれるハンバーガーとダルゴナコーヒーをセットで、うわ、すごい、この厚みがすごすぎません？これ美味しそう。トマトとなんか玉ねぎとレタスかなと、ビーフパテとチーズ2種類いけるかな。いただきます。すごいホルホルのお肉で、いろんな味がこうやってくる感じですね。最初にお肉の風味がやっぱりふわってきて、でパンの香ばしさと、でトマトのシャキシャキ感でしょ、でレタスと、でチーズもね、こう後からこうまろやかさがくる感じで、美味しい。でもなんか素材それぞれをしっかり感じるハンバーガーですね。もうがっつりかぶりつきたい時に最高。玉ねぎもうまいです。これハンバーガー片手にポテトも、ポテトはビーフソルトのパウダーがかかってる。あ、おいしい。いい香りがしてます。確かに、なんだろう、コンソメとこに近いのかな。すごく旨味のある、あ、また塩とは違った味わい。ちょっとこのなんかインテリアの雰囲気も相まってアメリカン気分ですね。